新庄君は、高知県須崎市の新庄川で最後に目撃された、日本カワウソ、及び須崎市の名物である鍋焼きラーメンをモチーフにした、マスコットキャラクターである。高知県須崎市の新庄川で最後に目撃された、日本カワウソ、及び須崎市の名物である鍋焼きラーメンをモチーフにした、キャラクターである。日本カワウソは2012年に、全滅死指定されてしまった。 しかし、2021年現在でも他の日本カワウソの友達を探すために日本全国の旅をしている。また、旅の道中やイベントで須崎市の PR も行っている。なお、鍋焼きラーメンの帽子は取り外しが可能である。他のキャラクターと友達になった場合は取り外した帽子を相手にかぶせる。また、おへそがチャームポイントとなっており、 おへそに触ると幸せになれるらしい。現行の新く君は二代目である。初代新く君は、須崎氏が日本川嘘を地域振興と環境保全のシンボルとするため2002年に誕生した。外観は現在の新く君と非常に異なった外観となっていた。2012年の8月、日本川嘘が環境省より全滅種指定を受けた。また、 初代新庄くんの活動期間が10年以上経過したため、見た目が今風じゃないとの批判も浴び、須崎氏は緩い風貌の二代目新庄くんへのリニューアル及びデザインの公募を決定した。2012年11月から12月に公募したところ、全国から406点の応募があり、2013年1月4日から1月28日の間、 これらのキャラクター案で総選挙を行って、現行の新城くんが誕生した。2013年4月28日開催の第15回飲みのワン元気なお魚祭りにてお披露目。ツイッターで体型が変わったことを言及された際は、鍋焼きラーメンの食べ過ぎかもしれないとの返信であった。2002年に須崎市が進める、川嘘うその街づくりで使用するキャラクターの名称を募集し、 新城くんと決定した。名称の由来は、新城川をいつまでもできる限り美しく、子孫に残しておきたい川との思いに加え、新城と新城の意味も含めたとのこと。ゆるキャラグランプリは2016年8月現在、2013年から2016年までの4回出場した。2013年は初出場ながら14位を記録した。 2014年と2015年は共に4位。2016年は決戦投票で逆転し1位に輝いた。2018年より同一のデザイナーがデザインしたキャラクター、チータンモスサキ氏の観光大使を名乗っていたが、2019年に新庄君の著作権を侵害しているとして氏が活動停止を要求した。ありがとうございます。